赤い皮と濃厚な甘さが特徴のオバラベニワセは堺出市の畑で生まれ、30年前に品種登録された香川県のオリジナル品種です。堺出市のみかん農家藤井浩次郎さんは、6年前に父親の柑橘栽培を手伝い始めました。およそ70アールの畑でオバラベニワセを栽培していて、今月に入って収穫が始まりました。 今年は、梅雨明け以降の降水量が比較的少なかったため、実はやや小さめですが、甘さはしっかりあるということです。糖度であったり、えー、味、酸味とのバランスもいいと思いますので、まあ、ぜひ一度食べていただければ。地元堺出市では、金時みかんとも呼ばれていて、平均糖度11.5度以上のものは、 サヌキさんフルーツとして販売されます今年は例年よりやや多い収穫を見込んでいて地元をはじめ関東や関西にも出荷されます。